辛い時は僕の姿を思い出して、大丈夫こんなでも生きてるから。はい、こんにちは、そらしろです。登録者がさ、急に4000人ぐらい伸びてて5400人ということで、ありがとうございます。俺の知名度が広まってるのって、インフルエンサーさん僕の歌を素材として使ってくれたから、この曲なんだみたいな感じでリスナーさんが間接的に俺を知るきっかけだもん。ハガセブンさんとか、カルマさんとか、令和の虎っていうチャンネルに出演してた、新本慎吾さんとも繋がれて、辛い時とかを僕の音源使ってくれたんですよ。ポッティさんも、俺の歌使ってくれたり、俺のイラストとか書いてくれたり、すごい仲良くさせていただいてます。いつもありがとうございます。何をしようかというと、まあ、いろんなコメント見て、返信していこうかなっていう回ですね。今までは、ね、全員に返信できるぐらいコメントの量だったんだけど、さすがにちょっと追いつけないぐらいコメントがね、たくさん来るようになったんで、肯定的なコメントと、アンチコメント的なやつとか、いろんなのちょっと来てるから、俺が考えうるできるだけポジティブな返事をしていこうかなと思ってて、やっていきましょう。早速、シワさんかっこいいとか、かわいいとか、よくコメントしてくれる。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。伸びてきても下ネタ言い続ける意志の強さ好き。求められてる気がしてね。自分も好きだし、ふざけてやることが結局一番楽しいから続くなって。テンポと的、シワさんのイケメン度とのギャップがいいと思う。ぶれないし。ありがとうございます。ぶれないの大事だ。自分だけの表現っていうのを確立していった方が印象に残ると思うんで。YouTube に革命をもたらして、くださりやがれください。革命起こしちゃうよ。じゃあここからはアンチコメントに対するポジティブ返信のコーナーです。ケツアゴすごって、そんなケツアゴかな、そう、ちょっと強調してみる。ケツアゴでもさ、ケツアゴってかっこよくない、かっこよくないっつうかあれだけど、逆にもっとケツアゴが際立てばさ、それが個性になるからいいと思うんだけど。ふぐりふぐり、地獄の三沢に似てると思います。似てるのか。似てんの、こうすれば似てるの。まあ、多分ネタコメだと思う。やっぱり多いのが毒のお兄さんとダンダスに。はい、どうでしょう、似てる。はい、どうも毒兄です。髪の毛すぐに乾かした方がいいですよ。あのね、乾かしてる状態と、あえてその水で濡らしてる状態で、なんかたまにこう気分で撮影してるんですけど、濡れた方がさ、なんかかっこよく見えるっていうか、そのちょっと垢抜けて見える気がするんですよ。パサパサチリチリみたいな感じだから。40代に見える。マジ？あ、でも何歳に見えるっていうのはね、もう人それぞれ感想違うから、まあ40代に見えてもいいやって感じ。実際の年齢は31です。嘘つくなよ、まだ未成年だろうが。さすがに未成年には見えなくない？この声ちょっと気味悪い。え？ララ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 ラっていう歌声に対してのコメントだと思うんだけど、歌声が気味悪いって言われたこと、俺が気味悪い声出したらもっと気味悪いんじゃね？こんなことやってて恥ずかしくないんかな。最初はね、結構恥じらいはあったけど、カメラ映りだんだん慣れてきた。こういうことしないと、やっぱりその自分の、そのさ、手に入れたい人生っていうか、夢というか目的が叶わないから、やってるんですよ。俺はもう普通に働く、普通に仕事するのもう向いてねえなって思ってて、自分の生きたいように、そのためにはこうやって恥を捨てて、こうね、ふざけている姿を晒さないと、知名度上がらないし、収益も得られないしっていう感じで、もう俺は吹っ切れたんですよ。恥を捨てていきます、これからも。うるせえよ。知らねえよ。意味がわからない。意味がわからないのが売りです。おもんな。それってあなたの感想ですよね。うんち、好き。汚いイコール菌の数はおかしい。うんちは口に入れられないくらい汚い菌がいるのだから。うん。正論ありがとう。またこれで一つ賢くなれた。顔正方形すぎる。正方形って縦の長さも横の長さも一緒ってことでしょ。いいこと。褒め言葉としてくだります。ありがとう。は？ひ？ネタ切れをつ。YouTuber としてネタ切れは怖いと思う。確かに。仕事中とか通勤中とかさ、何気ない時にネタ思いつくんですよ。メモをしたやつが多分何百件ぐらい溜まってて。本当にネタが思い浮かばなかったら、その、メモしたやつを掘り起こして動画作るって感じにして、基本的にはその場その場で思いついたものが歌にしてるんだよね。ネタ切れではない。なんで顔出ししてんの？知名度上げたいから。やってて恥ずかしくなんないの？全く同じ返答になっちゃうけど。影響力上げたいから。面白くなかった。まあまあまあ、面白くないと思う人も全然いてもいいと思う。その指で1023人病ませてたんでしょ。これってどういう意味ですか？ちょっと俺は大人なので、ちょっとそういう大人向けのコメントなのかなと思ったんですけど、そういう意味？まあなんで背景トイレなんて。なんかさ、背景トイレにしたら面白くない？え、なんで？っていう。そういう反応が欲しくてトイレにした。こういうのはマジキモいからやめた方がいいよ。ある程度キモいことしないとね、印象残んないからね。あえてやらないと、動画が伸びません。この世の終わりみたいな曲ってここからか。ここからです。僕が作ってまーす。普通に気分悪くなれるのくさ。それは仕方ない。全員に好かれることは無理だから、ちゃんと嫌われるべき人には嫌われて、好かれるべき人には好かれましょう。そういう世界ですよ。今回は微妙だったかな。もう少しアンチコメントとか増えてきたら、完全に自分に都合のいいように解釈、みんなの参考にもなるような動画を作っていこうと思うんで、
ちょっとよろしくお願いします。インフルエンサーの方にもたくさん使っていただいて、さらに俺の知名度を上げていきたいと思います。頑張ります。目標はとりあえず10万人かな。これからも頑張ります。頑張ります。バイバーイ。またねー。